いうことで、喜べ、うちのクラスに転校生が2人も来た。以上、朝の報告終わり。はい、2人とも自己紹介よろしく。必要ないだろう。私は生徒の主体性を重んじるんだ。あと、めんどくさいのは嫌いだ。終わり？この学園で皆さんと一緒に学ぶことになりました。頼り頼みです。右も左もわからない私ですが、どうかよろしくお願いいたします。
ろしくな。男子はともかくとして、さゆりさんよろしくね。よろ。そうなんですか。こういうのって正直に答えないと怒られると思ってて、私正直に言っちゃいました。はいはい、質問はあとあと。ホームルーム終わったら好きにやっていいから、まずは他の連絡事項を伝えるぞ。頼りとくずみの席は、はい、じゃあホームルーム終わり、各自次の授業に備えてしっかり準備するように。してるのよ、ぼーっとして。あ、うん、同じ転校生の扱いの差に愕然としているのね。Thank you.
さ、中を取り持ってあげるわよ。してるの。私の気が向いたね。いきなりだな、おい。まあ確かに。何？え、マジで？なあなあ、幼なみ。幼なみさんってイケてるオーラあるじゃん。すごくおしゃれって感じで。モテるかモテないかと言われるとモテるんじゃないかな。グイグイ来んな。なってやるって。席も隣だ。お前ほんと。